佐伯美希は日本の女子プロゴルファー、日本女子プロゴルフ協会制会員。広島県東広島市最上町出身、東北福祉大学総合福祉学部卒業。身長163センチメートル、体重60キログラム、血液型 A 型。所属は日立アプライアンス、マネジメント事務所はオフィス元気、用品用具の総合契約先は、 キャロウェイゴルフ。得意クラブはパター。ホールインワン回数は4回。指定関係は再起行政、坂爪和久。専属キャディは森本信介。家族は祖母、父、母、兄、弟。好きな色は黒、ピンク、サックスブルー。愛称はミキティなど。ゴルフ家系に生まれ、祖父、田中金蔵や父。 再起行政に影響されて5歳からクラブを握る。広島産育学院小学校在学中の11歳から本格的に父に支持し、武田中学校に進学するとジュニア大会を連戦、天才少女と騒がれ2000年全国、中学校ゴルフ選手権春季大会及び中国女子アマチュアゴルフ選手権に優勝。武田高等学校に進むと、 ジャガ女子ナショナルチーム入りし、2001年から2002年に、かけ全国高等学校モルフ選手権春季大会で、2連覇してその名を広めたが、高校3年時の不調により日本代表から外される。2003年高校卒業後、米国の大学進学を志し渡米するも、断念して、帰国、翌2004年に、東北福祉大学総合福祉学部に進学。 再度ジャンが日本代表メンバーに選ばれ、同年の中国女子、アマチュアゴルフ選手権、日米大学ゴルフ選手権、関東女子学生ゴルフ選手権に優勝するなど活躍。2005年には、レイバーズトロフィーで個人に1位となり、女子団体優勝の原動力となったほか、トッピーカップ日米大学対抗ゴルフ選手権にも優勝している。2006年2月からは、 坂爪和久に指示。2006年はアジア競技大会に原エリナ、宮里美香と出場し、女子団体銀メダルを獲得。また、大学女子の個人戦、2006年朝日杯、総奪日本女子学生ゴルフ選手権でも優勝するなど、ジャガナショナルメンバーに在籍した5年間を通じて、安定した強さを示した。日本女子、 プロゴルフ協会2006年度ファイナル QT で42位となり TPD 非会員登録制度を活用して2007年1月1日付プロツアー登録したツアー登録後112日目に当たる4000目2007年4月22日の富士山系レディスにおいて2003年宮城テレビ杯ダンロップ女子オープンの宮里愛の登録後146日目を上回る ツアー制度試向後史上最速での初優勝を飾った。現役大学生の優勝も、1999年のフリスキー大阪女子オープンで優勝した当時留国大学、在学中のハン・ヒロシ・マドカ以来8年ぶり、日本人現役大学生、あるいは正規通学中の大学生の優勝は、史上初という記録づくめのものとなった。プロ転校者年度となる2007年度には、 たびたび上位で優勝争いを演じて、賞金獲得ランキング9位に入るなど、新人プロらしからぬ優績を収め、同年12月1日付、日本女子プロゴルフ協会に正会員登録された。2007年8月4日には、英国セントアンドリュースで開催された、ループがメジャー大会である全英リコーオープンに出場して、 2001年の藤井霞に並ぶ日本選手史上最高体の7位に入り、2008年度の同大会出場権も獲得した。2008年1月18日から20日、南アフリカ共和国産シティにおいて開催された第4回ワールドカップ女子ゴルフ大会に、諸見里忍と共に日本代表として参戦し、3位に入賞した。近年は故障などで手術を受けるなど、 万全の体調で試合に臨むことがなかなかできずにおり、2019年11月18日に、今年の大王制誌エリエル・レディス・オープンを最後に、ツアープロから引退することを表明した。引退後は、母校の東北福祉大学の後輩の育成に、携わるなど、ゴルフ界の発展に力を尽くす意向を示している。契約関係2007年1月のプロツアー登録に、伴い、 オフィス元気と自動更新による期限の定めのないマネジメント契約を締結した。高知契約については東北福祉大学在学中に引き続き酒詰め、和久と結んだ。同年3月にはブリジストンスポーツと年間用具用品契約を締結、ハウスブランドである田中ゴルフとゴルフウェア契約を締結した。2008年2月には 森本信介と専属キャディ契約を結び、同年3月には、日立アプライアンスと参加年の所属契約を締結した。同年4月、伊藤忠商事のグループ会社オリゾンティとウェア契約、同社の宇治人人デザインによる 2MCD、宇治ブランドをヤマハレディスオープンにより着用している。天真爛漫で笑顔を絶やさない明るい性格だが、内面では負けず嫌いで、強気の一面を持ち、 試合中には、厳しい表情を見せる。しばしば豪寛な発言も目につくが、他人への気遣いが行き届き、人からよく好かれる性格である。祖父、田中金蔵は、かつての広島アーマーゴルフ会の名手で、男子ツアー白竜湖オープンを立ち上げた。祖母と共に、青木伊佐を、江部原清二、尾崎正史、メシアイはじめ、高野須波を、阿ビ子一門、プロラとの進行が、 深く、また若手プロの世話を、よく見た。祖母は、今でも、マケオカミツヒロシプロら多くのプロゴルファーに慕われている。父、再起行政は、2000年中国アマも制した、上位常連のトップアマである。岐阜母に劣らず、ゴルフ界での人脈が広く、青木伊佐をはじめとして、多くのプロゴルファーとも交流が深い。自宅には、 照明付きの芝張り練習場が併設されているほか、三木は広島産育学院小学校在学中には、兄と一緒に山陽新幹線東広島駅から広島駅まで新幹線通学していたなど、ゴルフに理解が深い裕福な家庭である。また、弟の佐伯幸則は学生アマチュアゴルフ界で名日寄った選手であり、姉同様に将来のプロ入りを目指している。 祖父、田中金蔵の信仰の影響で頻繁に訪れていた、青木伊佐を、尾崎正史プロなどと接する機会が多く、小学生時代の三木は、訪れた名うてのプロたちに、そんな、アプローチの仕方じゃダメだよと、ダメ出しをして、受けを取っていた。ただ、シャイな性格であったため、プロたちに練習に付き合ってもらうことはなかった。金倉の影響から、三木は、学校から帰ると、 サンドウェッジ一本を持ち出し、自宅前の私立公園に勝手に9ホール程度のコースを自分で作り、それぞれカップを掘って、一人一パーティー三役をこなし、試合を想定して、自分と相手方で打ち方を変えて、一人で盛り上がって楽しんでいた。学生アマチュアゴルフを転戦しながらも、将来は結婚して平凡な家庭でも作ろうかと、漠然と考えていたが、 2004年に金倉が出したのを機に今からでも遅くないおじいちゃんに晴れ姿を見せられるように頑張ろうと本格的にプロゴルファーへの道を目指す決意をした。2007年4月の富士山系レディスで初優勝した際当初はニコニコしていたが祖母両親がおじいちゃんの写真を持ってきていたんです。それでアテスト後に不意にそれを見せられて涙ぐんでいる 親の顔を見たら、涙が出てしまいました。突然だったので、涙が溢れて止まらなかったです。あの時は本当に嬉しかったし、天国で絶対に見てくれていると思いましたと語り、涙の優勝インタビューとなった。田中金蔵夫妻、佐伯行政夫妻は、フォークシンガーの松山千春と30年来余りの交友関係があり、その縁で松山は子供の時から幹をよく知っていた。 そのことから佐伯美希がプロ転校した際には松山が経営するオフィス元気に所属することとなった。美希の2007年の富士山系レディス優勝時には所属事務所社長の松山千春から早くおじいちゃんの母前に報告を差し上げなさいとの電話が入った。美希自身所属事務所社長の松山千春のコンサートにはよく通う。好きな曲は長い夜恋。 次回も好きだが、これは、松山から、壊れるのを楽しめと説明され、ボギーを怖がらずに、楽しんで攻めようと、前向きな気持ちで取り組んだ2007年、プロミスレディスにおいて、雨量2 5ト、mm、ル、H 以上の豪雨の中で70をマークできた、経験による。また、松山が、元広島東洋カープ投手の津田久史実のために、作詞作曲した歌で、ミキ自身、 切なく悲しくなりつつも温かい気持ちになれる素敵な曲として、君へ、お愛聴、また、2008年の発表曲、我が家を気に入っていることに言及している。2006年2月、片山慎吾や米山緑らのコーチやキャディを務めた、坂爪和久が、東北福祉大学の練習場を訪問する機会があり、坂爪の辛口のコメントを受け、佐伯はコーチを依頼。 それ以降は逆詰めに指示している。在学中の練習は以前にも増して、熾烈を極め、150ヤード先にボールカゴを置いて、それに安定して打球が入るまで打ち続けるといった練習を行ったり、9番アイアンのハーフスイングやバドミントンのラケットを用いた独自の練習法を重ねて、フェース面のアライメントのチェックし繰り返し、従来のフックボールの出るミスや、いわゆる チーピンと呼ばれる押し出しを解消して安定したストレートボールを打ち出せるようになるなど、正確なショットを身につけた。また、プロ転向後には逆詰めの指導により、パッティングの際のスタンスを狭め、小さいストロークでラインに乗せることができるようにフォームを改造、得意のパッティング精度をさらに向上させた。愛読書は、ジェイプが小混能4回の実績を持つ片山慎吾の著作。 賞金王で優勝したいと思った日から、それは夢ではなく目標となるという信念に共鳴し、念ずれば花開くの精神を信条としている。近藤智博のキャディを務めていたプロキャディの森本信介は、男子ツアーの試合数が減少して、出場機会が乏しくなり、逆に女子ツアーの人気が向上し試合数が増加したのを見て、旧知の坂詰和久に、 対同の死骸のある有望な女子選手の存在を確認したところ、坂爪は自身の指導下にあるミキをこもし、森本はミキのデビュー戦である2007年アコーディアゴルフレディスに対同した。その後は森本がもっぱら契約プロの近藤の試合に対同する必要があったため、ミキは各試合ごとにキャディを選定せざるを得ず、全英女子オープン。 ワールドカップなどの大規模な海外の大会や節目となる大会には、コーチの坂爪和久が直接キャディとして随行した。コーチの坂爪としては、ツアー全体の流れをつかめる専属キャディの選定を模索していたが、森本の父であり、プロゴルファーであった森本俊二に、三木の叔父がかつてプロゴルファーを目指していた際に支持していたことが判明。家計上の親密な付き合いに、 ミキ、森本とも感銘を受け、2008年シーズンからミキは森本と専属キャディ契約を締結した。典型的なドローボールヒッターであるが、ストレート狙いのショットにおいては、インサイドアウトに偏らず、安定した綺麗でフラットなスイングプレーンを形成する。無駄な力が入らない熟達したレートヒッティングで、ドライバー飛距離は240ヤード強に達する。 アプローチにおいてライが悪い場合、極端なパンチショットによる打開は好まず、左手首の返しを抑えて、自然に振り抜くスイングを心がける。力強いショットに、ばかりに注目が集まりがちだが、得意なクラブはパターであり、寄せやパッティングでは常にピンをデッドに狙い、攻めのゴルフを展開するのが持ち味である。自身が最も得意とするパッティングにおいては、ショートパットすることは、 ほとんどない。また、ミスショットをした場合でも、しばしば笑顔を見せるが、これは自分が攻めた結果として納得しているからだという。決してクラブの番手ごとの経験飛距離を過信せず、強風コースや高地コースでのか飛距離特性あるいは、飛距離抑制に応じて、ヘッドスピードを調整することができるため、たとえ気候やセッティングに癖のあるとされるコースであっても、順応性が高く、 それぞれのコースに適合した新しいアプローチの打ち方をすぐに覚えて自分のものにしてしまう。また、強い精神集中力を持ち、川名ゴルフコース、セントアンドリュース、ゲイリープレイヤーカントリークラブなどの内外の難コースにおいて見せたように、初挑戦時にも優れた力を発揮する。プロツアー参加後は、小上穂、高橋美穂子、前田邦子、山口優子、北田類の、 各プロと、親しく、しばしば行動を共にしており、その新人らしからぬ物腰から、小柄先輩ゴルファーたちから、マダムの愛称を与えられている。有村地形、同学の原襟が、えずれ正しアカデミー門下の上田桃子の、各プロとも親しく、ツアー中に顔を合わせた際には、飲食に誘い合ったり、調整ラウンドを共にしたりする関係にあるほか、川原ゆいプロは、 ミキの優勝争いでも物落ちしない性格に感服し、ミキを年下にもかかわらず、メンタルの先生と呼んで仕立っている。また、2008年、ワールドカップ女子ゴルフ出場選手選定に際しては、出場自体者が相次ぎ、ミキと共に参加打診のあった、諸見里忍も、前年2007年度大会出場時の成績部長のトラウマから一旦は出場自体を表明したが、 ミキに4時間近くの説得を受け、最初は私では力不足じゃないかと思ってお断りしたのですが、ミキさんと相談したら、もし私が6オーバーでも7アンダーで赤色にしてあげるよって言われて、この人とだったら行こうって決心しました。と、心構えを新たにして参加表明するに至った。それ以来、諸見里はアマチュア時代にはさして親密でもなく、佐伯木さん、 ミキさんと呼んでいたミキに対して、ミキにゃんと、もろみざと独自の愛称で呼ぶほどに慕っている。そうじて、人間関係で意識しがちな若手プロ選手らしからず、先輩選手に気さくに声をかけたりみなく、甘えることができ、また、同年代や後輩選手に対しては極めて面倒見がいいことから、先輩後輩の区別なく、他プロから広く親しまれる。インプレー中を除き、 ファンに対して気さくに声をかけ、求められたサインには積極的に応じる。2007年に創設されたジェルピーが公式ファイクラブの第一回催事においては、同学の原エリナと共に進んで汚れ役を演じた。また、2007年8月にはゴルフダイジェスト氏の求めに応じて、公式ブログ、ミキブログを開設、当初は運営側の求めに応じて、 必要最低限の更新をするに止まっていたが、同年12月に、ファンからのコメント応募を開始、ファンのコメントに対して自らコメントバックを行ったり、豊富な写真を添付して、日本国外への遠征時に至るまで、連日の記事更新を行って、ファンへの感謝の念を述べている。ナショナルチーム戦抜リレブリジストンと、ヨーング総合契約、田中ゴルフは独自のハウスブランド。 全英リコーオープン以降、フェアウェイウッドの一部、キャディバッグを変更。ワールドカップ女子ゴルフ以降、フェアウェイウッドの一部、キャディバッグを変更。ありがとうございます。